中央区立筑田島小学校は、東京都中央区筑田2丁目にある公立小学校。中央区に16校ある区立小学校の一つ。1888年に筑田島尋常小学校として開校し、1911年から1920年まで休校した。再開後、東京府東京市筑田島国民学校、東京都筑田島国民学校、 東京都中央区立筑田島小学校と校名を改め2000年に現在の中央区立筑田島小学校に改称した。現在の校舎は隣接する中央区立筑田中学校との複合校舎である。校舎の外観には端々に筑田島の外形を異常化した三角形や四角錐のモチーフが用いられている。本校が所在する東京都中央区筑田は 隅田川の河口に位置しており、隅田川も本校から近い。近隣には大川端リバーシティ21などの新興住宅地域もある。筑田島の成り立ちの経緯にちなみ、大阪市立筑田小学校と姉妹校として交流している。中央区内に21ある選挙の投票所の一つとして用いられている。本校の南側に隣接する。 中央区立筑田中学校の校舎現在の校舎は隣接する中央区立筑田中学校との複合校舎である。複合校舎の北側が小学校、南側が中学校である。北側の小学校部分は5階建て、南側の中学校部分は6階建てである。同じ中央区立の小学校と中学校の複合校舎ではあるが、小中一貫校ではないため、 両校それぞれの玄関が設置されていることを、はじめとして、原則として、両校の動線は交わらないよう設定されている。ただし、中学校における部活動では、中学校の体育館のほかに、小学校の体育館も使用する。複合校舎の外観は、橋橋の壁面は三角形のモチーフ、屋上部分は、両校一つずつの大きな四角錐のモチーフによって装飾されている。 これらのモチーフは、両校の所在する佃島の外形を異常化したもので、ある。このうち、壁面の三角形のモチーフは、同じ形状ながら小学校と中学校で色違いであり、小学校部分は桃色、中学校部分は水色である。以下の通り通学区域が定められているが、中央区では、小学校特任校制度が導入されているため、実際には、 本校の通学区域から他の中央区立小学校に入学することも可能である。ただし、本校の通学区域から特任校ではない他の中央区立小学校に入学することはできない。また、本校は特任校ではないので通学区域外から本校に入学することもできない。なお、隣接する中央区立佃田中学校の通学区域は本校と 中央区立月島第一小学校の両校の通学区域を合わせたものである。大川端リバーシティ21などの新興住宅地域が通学区域に含まれており、その住民らを多く吸収している。本校の所在地は1967年3月の住居表示実施以前はつくら島と称されていて、住居表示実施ーに開校した本校の校名はこれに由来する。 つくだ地区では1967年3月の住居表示実施で、つくだ島がつくだと解消されて、以降、施設名称にも従来のつくだ島に変わり、つくだを関する例が増えており、2016年6月、現在、中央区立つくだ島小学校が公共の施設として唯一名称につくだ島を含む。なお、隣接する中央区立つくだ中学校は、 住居表示実施後に開校したため、筑田を監する。なお、2000年4月1日の中央区条例の代名等を統一する条例の施行に伴い、本校は同日より中央区立筑田島小学校を名乗っているが、校門前の看板には、旧校名の東京都中央区立筑田島小学校と書かれており、現在でも旧校名が使われることもある。隣接する。 中央区立筑田中学校も同様であり、看板には東京都中央区立筑田中学校と書かれている。本校は1888年に開校した後、1911年から1920年まで休校している。この休校の後、本校の開校は本校が再開した1920年とされた。したがって、この再開以前の本校の歴史は一時的に消えた。 後に1955年10月に就任した学校長が就任早々に佃島小学校から分校したはずの月島第一小学校が創立49周年で佃島小学校が今年創立35周年なのはおかしいと気づいた。分校した月島第一小学校よりも佃島小学校の方が歴史が短いという矛盾を見つけたのである。 この学校長が古文書を調べたり、本校の卒業生に聞いて回ったりした結果、明治時代に授与された本校の卒業証書を持つ者が現れ、1888年創立という事実が判明した。このことにより、1920年創立とされていた者が1888年創立に、また創立記念日は10月1日に訂正され、本校の歴史は、 それまで分かっていたものより32年伸びた。また、このことにより、1955年11月25日に、挙行された創立35周年記念式典から1年、足らずの1956年10月1日に、創立68周年記念式典が挙行された。現在の本校の卒業証書番号は、1920年から数えられている番号である。 所在地の東京都中央区佃には、摂津国佃村の漁夫33人が江戸に移り住み、この島を、故郷の地名から、佃島と命名した歴史があることから、中央区立佃島小学校と大阪市立佃小学校は、姉妹校として交流している。なお、交流に際しては、中央区立佃島小学校を、東京佃島小学校、 大阪市立筑田小学校を大阪筑田小学校と呼称している。1964年夏に大阪筑田小学校の教員が偶然本校に訪問し、翌年の1965年4月に大阪筑田小学校の PTA 副会長と児童4名が本校を参観し、このことが交流のきっかけとなった。同年10月12日、由緒ある。 大阪市立筑田小学校との交流を図りたいとして、本校 PTA 会長と話し合いを続けていた本校学校長が PTA 会長、PTA 参与とともに大阪筑田小学校を訪問して、両校間に姉妹校の関係が結ばれるに至った。この訪問が現在まで続く交換会の第1回とされる。両校は毎年交換会を実施している。 2018年までは一年交代で一方の学校の児童代表を呼び教職員代表がもう一方の学校を訪問し交換会を実施していた。2019年からは大阪筑田小学校の所在地である大阪府大阪市西淀川区と教育、人づくり分野で連携協定を結ぶリコジャパンの協力によりオンラインのテレビ会議システムによる中継で両校を つなぎ、全校児童が参加して実施されている。それまでは、会場ではない学校の児童は訪問した児童しか参加できなかったが、最先端の ICT を用いることによって、両校の全校児童が参加できるようになった。本校の周辺にある、住吉神社は、大阪津久田小学校の周辺にある、民の神社の神主が、江戸筑田島に移住した際に分類して創建したものであるが、 民の神社内に設置されている、筑波御民ゆかりの地の石碑の案内板には、本校と大阪筑波小学校が姉妹校として交流している、旨が記されている。なお、中央区立筑波中学校と大阪市立筑波中学校は姉妹校ではない。ありがとうございます。